ちゃこんにちは、さゆたかさん、はい、FA 権行使するかなと、来るかなと思った選手が残留。やっぱりさ、うん、FA でどうのこうのっていう動画を作ってるだけに、はい、やっぱ責任持って伝えないとな、どうなったかっていうのちゃんと、お前は FA こすりすぎやないかって思うかもわからないけど、はい、これやっぱ責任として伝えとかないとさ、そう最後結果もそうだな、そうで選手たちのゴールがどうなったかも伝えましょう、はいはいはい。まずはどちらの選手からいきましょう。まあ田口だな。あ、ヤクルトの田口投手は残留、はい、もう予想通りだなまあ予想通りっていうか、行くとしたら楽天かなっていう、はい、松井が抜けるんでね、うん、同じ左ピッチャーで抑えにスッと入る、はい、ただ彼っていうのはやっぱこう抑えの面白さとか抑えの責任だとか、はい、そういうのを楽しめるタイプのピッチャーだよね、はい、だからやっぱこう、まあ来年どうなるかは分からないけど、高津監督の考え方で、うん、でもまあ来年も抑えでしょう、おそらく、はい、そうなったらね、移籍して、うん、いや抑えはいますよっていうふうに言われるんだったら、やっぱ抑えの方がやっぱ記録もつくし、そうですね、うん、キャリアとしては残せるかなというね、うんうん、だから田口は良かったと思う、そうですね、残って、でここからまあ球団とまあ複数年の契約だったり具体的な交渉には入るというふうには記事で報じられていた。もう入ってるよ。もう入ってるのか。入ってる、決まってる。その条件を聞かないと残るか残らないかっていうのは決めらんないよ、うん、これ皆さん結構ギリギリの日にちまで明らかにしてなかったのはこれって何ですか。いやまあ人の動きがあるじゃん、同じような左ピッチャー、はい、どうすんのかなとか、うん、まあいろいろこう考えながら、やっぱこう期間いっぱいことを考えるという、うん、まあ焦ることもないしね、そこまでに行使すればその後はずっと交渉が続いていくわけだから、はい、別に焦る必要ないじゃない。まあそうですね、ギリギリまで粘って考えてっていう、うん、その明けからじゃないと交渉できないから、だから早く発表したってしょうがないじゃない。これって、うん、これってあの宣言を入って行使する前にうっすらと耳には入ってくるんですか、他球団から。うっすらとなんか、まあ、タンパリングっていうのは良くないけどね、はい、タンパリングっていうのは、まあ、違法なんだ、まあ、本来そうですよね、本来ね、うん、でも一つ手に小耳に挟むことはあるかもなですよね。でじゃないと FA します誰も取りません、そうそうそう、 FA 残留認めませんって言ったらさ、もう中ぐらいになっちゃうから、はい、それあのある程度のその情報っていうのは、うん、まあ新聞記者とか、あ、そうですね、まあそういうことから聞く可能性もあるよね。あとまあ記事を見たりとか、まあそれは定かではないけども、はい、違反はしてないとは思うけどね、うんうん、まあだけどそういうことである程度 FA したらあそこが手を挙げてくれそうだっていう目星は、うん、まあ、つけてるような感じはするけどね。そうですよね、うん、今本当ネット社会なので記事の方で早く知って、はい、あ、じゃあ自分獲得来てくれるのかな、どうなのかなっていうのも知ることはできるっちゃできますね、まあできるよね。そうですね、うん、ただ本当にあとはやっぱり動き方見たら分かるよ、うん、まあ俺みたいな選手がいない、俺が FA したらあそこが手を挙げてくれるなという、まあ、予想もあるよね。あとあの選手が出るか出ないかで自分の挙手決まるとか、うん、OKOKOK、まあ、そういうこともあるよね。そうですよね、うん、まあ、ただ本当田口投手はやっぱりちょっとヤクルトっていう感じのイメージがもうすっかり出来上がっていて、あ、まあやりやすいと思うよ、うんうん、でヤクルトの球団って、まあ、選手たちもそう含めてだけどやりやすいと思うよね、うん、戦う姿勢も見せるしさ、はい、でも明るい雰囲気もあるし、うんうん、だからリーダーシップ取ってる山田とか村上とかもちゃんといるしね、はい、だからそういう意味ではすごくやりやすいのかなっていうふうには思うけどね。でその田口投手は現在28歳なんですけれども、はい、これ球団側としては、まあ、どのぐらいの複数年を提示するんですか、まあ、本人としてはどのぐらいが希望、球団としてはこの複数年希望とかっていうのは、まあ4年、4年か、いやでも4年でもいいですよね。4年、うん、4年で32でしょ、はい、でももう1回できるよね FA が。あ、そうなってくるといいなあ今の子はいいですよね、権利使える、またそうだな、はい、いやだからあそこはね、怪我人もねすごく温かく再生まで、はい、考えてくれて、うん、まあ、非常にいいよね、うん、本当に。まあ、他の球団もあったかいけどもよりあったかいような感じを受けるよね、うん、まあ、中に入ったことないから分かんないけども、はい、まあ、そんな感じはしてるけど。そうなんですね、うん、でもう一選手です、はい、日本ハムの加藤投手が残留です、はい、ね、はい、
まあ、ある程度予想通りっちゃ予想通り、ね、江藤さん予想してましたもんね、残留するんじゃないかと、はいはい、まあ、金でどうのこうのっていうタイプでもないし、どちらかというと誠意の部分、はい、まあ、それが伝わったんだろうね、だから良かったなと思って、まあ、球団側もう本当に最大限の提示をしていて、本当に残留残ってほしいっていうことを誠意持って何回も伝えてたっていう、まあ、そうだな、はい、まあ、4年12億かなんかいいな4年総額12億円、はい、ね、はい、12億円ね、いやだからもう加藤はこれが 3.5 になったとしても、うん、俺日本はもう動かなかったと思うよ、うん、そのぐらいなんかこう一つのところになんか愛情があるというか、うん、それとやっぱりね FA で言ったら厳しいよ、うん、やらなかったらさプレッシャーにもなるし、ただまあこれだけの給料をもらってね、うん、やるっていうのはまあ来年からプレッシャーにもなるだろうけども、はい、他球団に行くよりはまだ少しは気持ちは楽だよ、うん、それとやっぱエスコンで開幕投手、はい、あそこで第一球を投げたピッチャーだからな、はい、うん、だから残ってほしいなとは俺は思ってたし、うん、まあ、残ってくれてああよかったなと思うしね。そうですよね、うん、まあ、ね、上沢投手がメジャーにっていうこともあったので、これで加藤投手もってなるとっていうファンも、はい、球団側もすごく、いやいや、そりゃやっぱりな、うん、それらのピッチャーっていうのは育ってきてるけども、はい、エース格っていうのがね、上沢であったり加藤であったから、だからまあそこら辺の一角が残ってくれたっていうのは、はい、まあ、心強いよね。そうですよね、うん、それプラスね、新庄監督はやっぱり来シーズン優勝だったりさらに上位を狙うチームにするっていう意味でもやっぱりもう欠かせない選手、あのね、見本になるピッチャーなんだよ、どん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 向かっていくピッチャー、はい、自分のスタイルを持ってるピッチャー、これなかなかできそうでできないんだけども、でも加藤っていうのはそのスタイルを崩さないよね。でどん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 行くし、はい、で初球から振ってくるぞと思っても初球ストライクで平気でこう投げるというかね、まあ、そういうスタイルを持ってるピッチャーだけに若手にもすごく見本になると思うんで、若手の育成も背中で見せてくれるっていう、まあまあそうだね、だからその加藤に聞いたことあるけど、初球打ってくるって分かってるよなって、それでも初球ストライク取りに行くかって、いやちょっとずらすんですよって、それでストライクを取っていけるって、はい、で1球で終われたらこっち楽ですからみたいな、確かにポジティブなんだよ。そうですね、うん、だからそういう意味ではその向かっていく姿勢は持ってるしね、うん、すごく若手の根本とかね、同じ左ピッチャーで今いるけども、はい、まあ、見本になるんだよ。そうですね、うん、いや本当に残ってよかったなってファンの方もね、まあそりゃそうだろう、去年のことがあるだけにやっぱ近藤選手が出てってしまったっていう思いもあるだけに、うん、また出ていかれるのかなっていうね、ファンも、うん、まあね、うん、ただやっぱ北海道のファンもあったかいし、はい、まあ、エスコンもね魅力的な球場だしね、はい、まあ、その中で給料アップで FA で残ったって、それはいいことずくめだよ。そうですね、うん、で、まあ、来年からはもうちょっと打ってくれるだろうし、あ、はい、そしたら勝ち星もね、うん、当然こう増えていくだろうしね、はい、まあ、いいタイミングでいい FA で残ったなっていうふうには俺は思ってるけどね、まあ、人生の中でもいい決断をしたのかなっていうふうには思うよ、うん、まあね、ヤクルトの田口投手、そして日本ハムの加藤投手、まあ、両投手、まあ、今回は残留の2人をお伝えしましたけれども、はい、まあ、2人手を挙げたら争奪戦にはなってたと思うよ。ですよね、だから球団もこの選手手挙げるのか挙げないのかでもう方針とか次の動き方が全く変わってきますもんね。まあまあそうだな、まあ、左ピッチャーというのは貴重だしな。ですよね。で2人のピッチャーってコントロールに苦しむピッチャーじゃないじゃない、はい、だからどのポジションでもできる選手だけに、はい、まあ、争奪戦になってたと思うよ。ですよね。あ、これ面白い、見てみたかったけどな。いやそうですね、見てみたかったけど、うん、俺は田口もそうだけど、うん、加藤もそう、はい、いい決断だったかなっていうふうには思う、うん、はい、ね、じゃあ同じユニフォームで来シーズンもファンの前で慣れ親しんだ、はい、マウンドでまた投げられるっていう。北海道に解説行くでしょ、はい、先発加藤、予告先発で、うん、解説する、うん、ラッキーと思うもんだって、ね、試合時間が短いからどんどん行ってくれるからでテンポもいいし早くね、終われるっていう、そうそうそう、いいですね、時短で、もうお礼言っておきますありがとうございました